サマンサのドラチラ。はい、はい、ここからは謎すぎる謎すぎるベールに包まれたドラァグクイーンの世界をチラ見せします。はい、チラ見せしていただきましょう。今週ないよチラ見せ。ありますよ、ありますよ。ちょっとずっと気になってたんですけど、ですか、まあ、ドラァグクイーンさんね、大阪の方いっぱいね、うん、関西の方いろいろお話聞かせていただいてるんですけど、うん、この東京のドラァグクイーンさんと大阪のドラァグクイーンさんの違いとかってあるんですか？え、大都会確かに、まあまあ場所がねちゃいますもんね。そもそもちゃいますよね。うん、違う。こうなんか何ですか、こう文化じゃないですけど違いみたいなんて。文化じゃないですけど違い。はい、はい、文なんていうんですかね違い、交流、交流ってあるんですか？交流、交流はあるよ。あ、交流はあるんですね。交流は全然あります。はいはい、なんかこう、あ、だから交流はだってほらイベントで何かこう主催者さん側が全国各地からいろんな方をキャスティングするから、そうなった時はもちろんお会いする機会もあるし、なるほどなるほど。割とでもなんかまあ全国つつ裏裏もう主要都市に関しては何かしらのイベントを割とするんのかな。その演者として被れば、はい、各地の皆さんと交流はあるので、東京大阪に限らず、あ、もう限らずそれはありますね。で、まあ、東西で、うんうんうん、ドラァグクイーンカルチャー、はい、そのなんか東京で爆誕したとか、うん、関西で爆誕したとかあるんだけど諸説ありますが、うん、まあまあ西は西で、うん、やっぱり京都で生まれたドラァグクイーン、はい、日本独自のドラァグクイーンカルチャーとか、うん、京都なんですね。そうやね、うん、第一世代の方で言うといまだにそのシモーヌ深雪さんっていうのがいらっしゃるんですけれども、シモーヌさん、西はって言ったらやっぱりシモーヌ深雪さんっていうのが、はい、東の人もご存知だし、皆さんご存知、東といえばって言ったら、はい、マーガレットさんっていうご存命で、お二方ともまだに現役なんですけれどもね。そうなんですね。お二方同士ももちろん交流は深いし、うんうん、はいはいはい、だからお互いがお互い、まあ、同業者という感覚と価値観なのかな、うんうん、なるほど、お互いまあまあ高め合うというかリスペクトし合うというかっていうのはあるけど、ね、抜本的にやっぱり、ね、うんうん、東京都会やから、うん、それは分母も多いよね。あ、多いんですね、ドラァグクイーンさんの数も。え、だって ドラァグクイーン限らずだって人口が全然違うやん、はい、確かにそうですよね。そもそもの分母が違うから、うんうん、うんうんうん、なるほど。数はもちろん東京が、うんうんうん、多いんですね。多いと思うけどね。そうやね。あと、うん、なんかまあ東京と大阪でいうと大阪の方が、はい、みんななんかこうプライベートでも何かしら絡みがあるっていう感じの印象を受ける。そうですよね。一緒にご飯行くこともあれば、うん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 、出かけることもゼロではない、はいはいはい、みんながみんなじゃないと思うけど、うん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 、東京の方と比べたらそっちのね、うんうん、よりこっちの方がみんなで旅行行ったりする方もいらっしゃったりするし、あ、いいですね、行かれたりされてますね。あとは、うん、うん、東京はなんかお母さん制度みたいなのがあるらしいよ。それなんかチラッと、私もその東京で育ってないから分かんないけど、はい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 、お母さん制度的に、はい、なんか OJT のトレーニーとイントラみたいな仲なんかな。あ、お母さん、なんかお母さん制度、お母さんって呼ぶんですか？呼んでんのかな、詳しく聞いたことなんとか、お母さん呼んでんのって聞いたことないけど、はい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 、なんかそれよく聞く。へー、面白いですね。やっぱだからそれでお母さんから、うん、あれこれ施されるんじゃない、はいはいはい、手ほどきを受けるんじゃない。なるほどなるほど、うん、関西ではまあそういうお母さん制度、お母さん制度としては、うん、なんか弟子とかみたいな感覚はあんまりみんな言いたがらへんかも。関西の人は誰かをきっかけに学ぶとか、うん、誰かとこう仲良く、はいはい、うん、過ごす過程で知っていくみたいな意味合いで、制度っていうかシステムっぽくちゃんとこう考えてないというか、考えてないのにも理由があると思うねんけど、はい、まあこれ多分言ったらもしかしたらそれ言うって言われるかもやけど、はい、東京の方はみんな賢いもん、うん、あ、そうなんですね。地頭も教養も全然ちゃう。あ、そこもちゃうんですね。だってもう、うん、東京六大学とかの方バンバンいるから、そうなんですね、ドラァグクイーンさんの中に、そうですよ、もう東大や早稲田やもう明治や慶応や出てくるやん、はい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 、ドラァグクイーンさんとしてね、うんうんうん、大阪おらんくないそんな人。あ、そうなんですか。カンカン同率いらっしゃらないですか。カンカン同率唯一一人カンカン同率おるかな。いらっしゃるんですね。言ってもさ一、うん、人二人おるかなぐらいやから、はいはいはい、
いやでもさまざま教養がないのよ。さまざまさんでもアメリカの学校行ってはって、そんなん全然あかん。あ、そうなんですか。全然あかん。全然あかんのですか、うん、だから、まあ、地頭も違う。なるほど。って言ったら別に戦いでもないから、うんうん、どっちが、うん、ね、うん、あの勝ったや負けたやないけど、うん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 、東京にはでもそういう部分では、はい、またあの東京さすがやなって私はいつも見てますよ、東京勢を。東京勢、うん、ちょっとのことでも全然やっぱりうまくこう説明も上手やもん。あ、そういうとこもあるんですね、うん、一回聞いてみて、ミッツさんのラジオ。ミッツさんのラジオ、ミッツさんのラジオを聞いてみたら、はいはい、どんだけサマンサアナウンサーが一緒にやってるパーソナリティとして、うん、はい、ドラッグクイーンとしての、うんうん、まあ、伸びしろが、はい、ね、微妙やなっていうのが分かると。いやまあ違いますよ。そうなんですね、話の広げ方も言葉のチョイスも。はい、いやでもそれはちょっと私もパーソナリティとして勉強させていただきます。それはそれで個人的な勉強はしていただければ、はい、でももうサマンサさんも十分、ね、いやそんなことないのよ。十分ですよ。私多分こう東京でラジオやりなさいって誰も聞けへんと思う、はい、いやでもね絶対もう来年あたり東京とかにも呼ばれちゃうと思いますよ。いやいやそんなのはもう無理、はい、私多分もうですか。そんなもう、うん、名古屋から向こう側よういかんか。あ、そうなんですか、うん、名古屋からそっから切り替えて、はい、ね、あの、うんうん、ちょっと名古屋過ぎたぐらい静岡行くぐらいには、うんうん、標準語に切り替えたり器用なことできないこっからはと思って難しいよ。まあ、でもずっと関西にいてほしいですけどね私は。もう関西だけおってもまたね、はい、話もこのままどんどん消えていくかもしれない。消えていかないでくださいね。いやもう消えかけてる。もう灯火が消えかけてる。全然今からじゃないですか。もう今をときめくなんでね。いやいやときめいてない。でもそういえば関西ですけど、うん、関西もいてほしいんですけど、そういえば先週今週ですね、うん、岡山行かれてたじゃないですか。また聞くのそれ。あ、そうですよ、はい、岡山の話聞きたいんですよ。岡山の話は、ね、はい、テレビあの収録でね、あのラジオの、それはラジオの収録と、はい、チケチケジョニーさんの YouTube、 はいはい、 YouTube で撮影で、うん、そうね、うん、すごい楽しそうでしたけど、まあ楽しそうにするのが仕事なんで。そうですよね。なんかまあでも岡山といえばビーズの稲葉さんの地元ってね、イメージですけど、津山とか行かれたりしたんですか。はい、津山行きましたよ。津山行かれたんですね。津山も行きましたし、はいはいはい、あのやっぱり行ったらですね、うんうん、これまた詳しくは番組ね、うんうん、特番聞いていただければ、うんうん、今月ありますから、はい、3度にわたってお送りするんですけれども、うんうんうん、やっぱりね、稲葉さんすごいなと思ったのは、はい、もう地域全体がもう稲葉さんって感じ。もうだってお豆腐屋さん行ってんやんか。お豆腐屋さん、はい、なんかもう稲葉さんにまつわる話も結構その話をしてくれるし、なんやったらもう稲葉さんのお父さんやお母さんみたいな話も降って湧いてくるし、そうなんですね。あのウルトラソウル言ってたやん、うんうん、ウルトラソウル、はい、なんかウルトラソイ、豆乳ウルトラソイみたいなネーミングの商品があったりとか、はい、商品もすごい。あと外線でなんか戻って、はい、来てこられて、うんうん、津山でライブされたんかな。でも、はい、やっぱりさ、町の人全員が行くからさ、うんうんうん、みんな入られへんやん。はあ、そうですよね。どうしたと思う。どうされたんですか。なんか聞く話によると、はい、もう会場に入られなかった人たちのために、うんうん、はい、うん、もう扉をバッと開けてくれて、音を聞こえるように、音漏れを、音漏れを対応したって。すごいいう話。いや重いですね。そう、いや愛されてますね。愛されてるよ、うんうん、だからやっぱ愛されるだけの方やね。そうですよね。やっぱ地元をすごく、うんうん、愛してらっしゃるってみんな言ってた、はいはいはい、そうですよね、うん、私も去年津山行ったんですけど、うん、なんかお母様のお店もありますもんね。そうそう、稲葉化粧品さん。そこには私は今回は行けてないけどね。はい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 、そう、それもちらっと聞いたりした、そういえば神戸にもね、ちょっと全然話変わっちゃうんですけど、そば、うん、にホットドッグ屋さんがあって、うん、そこにもう稲葉ドッグって稲葉さんが来られたんですかね、なんですけど、うん、稲葉ドッグっていうホットドッグが売ってます。へー、はい、っていう、すいません、その全然関係ない話なんですけど。いや全然いいんですよ。ドラチラのコーナーはもう、はい、ドラチラのコーナーちょっと荒らしちゃってすいません、いいいいん神戸入ってきてすいませんって感じなんですけど、まあね、でもそんな感じで、うん、テレビの収録もね今週もあったということで、ちょっとまずそちらの放送も、そうやね、ね、収録あったんですけど、うんうん、チラ出しできるのはなんか、はい、それこそ覚えてる、はい、ニーハオシャミさんとか、ニーハオシャミさんとか、はいはい、フェミニーさん、こちらね、はい、もう見事このメンバーで行ったらもう大変やろなと思ってるから、あんまりなんかもすごい賑やかなメンバー、賑やかなメンバーでね、はい、
これテレビ大阪さんなのかな、テレビ大阪さんの特番がまたありますのでね、はいはい、詳しくはまた私も SNS とかでそちら告知そろそろしなきゃいけないんだけどまだできてません、はい、ね、そちらもそんなんもあるけどね、もうやっぱりドラッグイン3名でね、うん、関西でやられるとね、はい、どっと疲れるね、うん、いや見てる方はね、あのそれ地上波に出していいんかなって思う。そうなんですか、いや楽しみですけど、うん、結構ひどいよえ、そうなんですかちょっとそちらの発表も、そんなんとか、ね、その他もいろいろあったんですけど、また徐々にあの、はい、公開していてください。見た目にも見ていただける機会はあるかなと思いますけれどもね、はい、楽しみです。このコーナーいつまで続くんやろドラチラのコーナーずっと続けますよ、ずっとね、いや笑って張りますよもう、はい、いつまでも続けてくださいやって、はい、これもなんかね、うん、金曜クリップディレクターおすすめとかにしてほしいよ、ね、ディレクターおすすめの何かおすすめの何かね、はい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 、それでもいいですし ね、 ね、どうなんでしょうかあのリエちゃんあれですよ、はいはいはい、なんやかんや言いながらね、うんうん、ドラチラのコーナーも、はい、今まで結構やってきたじゃない、はい、で途中でさ、うんうん、裏チラもやってるやんか。そうなんですよ、先週もねやらせていただきましたけど、はい、なんか裏チラで取り上げてほしいネタとかないの？裏チラ逆にないんや。逆にあれ結構なんか当日突発的に決まるじゃないですか。そうですよね、決めてくださってますよね、うん、だからなんか私逆にね、はい、なんかその聞いてらっしゃる方にね、ドラチラのコーナーでとかに限らず、はい、このここの尺、はいはい、ドラチラ裏チラ関係なく、うん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 、なんかこれ聞きたいのよっていうのがあったら、ね、そうですね、ぜひ皆さん発信でも聞きたいわけ。確かにいつもなんか私ドラチラのコーナー本当にやる気ない人みたいに思われてるんだけどでもリエちゃんがコーナー聞きたいよって言ったら答えるみたいな方式になってるのも、うんうんうん、今そうなんでますよね。あれなんで良ければ皆さんも参加型でね、確かにサマンさんって言って、うんうんうん、なんか例えばあんなことこんなことサマンさん言うてましたけど、はい、その辺ってどうなんですか実際とかっていうのをもっとあの入り込んできてくれていいんですよ。そうですね、もっと食い込んでいただいて、ね、一緒にね、うん、このコーナーも作り上げていきたいですけど、より食い込み式で、食い込み式で何でも食い込んだ方がね、はい、食い込んでいきましょう、うんまとめて、いやどんどんね食い込んでいきましょうね。良かったんですけれども、はい、そんな感じで今日は良かったですか、うんうん、はい、バッチリです、はい、ありがとうございます。あのこちらのコーナーでございますけれども、うん、はい、ね、オープニングトーク、うんうん、あとサマンサのワールドトリップは、はい、各種ポッドキャストでも配信してますので、はい、過去の放送も聞けますのでよろしくお願いします。お願いします。ではもう以上という感じでいいですか。はい、はい、以上サマンサのドラチラでございました。